そうなの？いや、どうしたよ、やっぱひげない。嬉しいね、あったかいもんな、このうちな。みんなおるし。あ、自転車もここにあるんや。かわいい。何屋さんって感じやんな。何を目指してるんだ。ズバテ。家具作って家具売ってバイク買う。ちっちゃいよ。これあの東京の帰りにこれ買ったんですよ。え？帰り？どこ？あの朝埼玉行くって言ってたんでしょ。で埼玉行って。あ、なんか合ってたね。あ、お。見に行くって言ってたんですよ。おじちゃんすごいところに自転車に行きたいな。で動いたから。うん、すごい。もち鼻ジュースんで。もうそうそう見つからないから。あ、色はもう。純正です。純正な。純正の当時のオリジナルです。どっかにこう眠ってたのかね。美術館かな。でしょうね。ほんま湯葉くんよう見つけてくるというか、湯葉くんのとこに集まってくるというか、そんなん持ってる人周りに誰もおらん。自分でいじれるからな。もうでもかぶらないでしょ、絶対これは。そうはできるから自分で。めっちゃかわいい。ヨーロッパ車で初めてね、ウインカーがついたオートバイで知られてます。そうなんや。そう、50年代やからまだウインカーないでしょ、とは言わない。膝乗ったら信号で初めて来たんですって。これヘラーで。まだお部屋の方がちょっと興味があるな。後ろ見にくい。独特です。